パヌエル・ガンシー・ニョゲデスは、ポルトガル・サンタ・レン県ベナベンテ出身のサッカー選手、ポルトガル代表、バレンシア CF 所属、ポジションはミッドフィールダー、コンサログエデスと表記されることもある。ベナベンテで生まれ、2005年から SL ・ベンフィカのユースチームでキャリアをスタートさせた。8歳の時に3歳上のチームとの試合では、5から0で勝利して、その全得点を挙げた。 2013から14シーズンの UEFA、ユースリーグではパリ・サンジェルマン、アンデル・レヒト、マンチェスター・シティ、レアル・マドリードに勝利し、決勝に進出した。2014年4月19日、セグンダ・リーガの FC ポルトビー戦で、プロデビューを果たした。10月18日、タッサでポルトガルのスポルティング・コビデアン戦で、トップチームデビューを果たし、2015年1月4日、 f c ペナフィエル戦でプリメーラリーガデビューを果たす。2014から2015シーズンは公式戦41試合に出場し8得点を決め、ベンフィカのリーガのス優勝に貢献した。2015年7月4日、2014から15シーズンのセグンダリーガ最優秀新人賞を受賞した。2015年9月26日、パソスデフェレイラ戦でトップチーム初ゴールを挙げた。 9月30日、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦で CL 初ゴールを挙げた。このゴールはグループリーグでのポルトガル人選手の最年少ゴールとなった。対戦相手の監督であるディエゴ・シメオネから称賛された。ベンフィカでは主に右、ウィンガーとしてプレーしたが、センターフォワードのジョナスが負傷したことで、偽セ9番の役割でも数試合プレーした。 2017年1月25日、パリ・サンジェルマンに移籍した。移籍金は3000万ユーロ、契約期間は4年半。同胞であるペドロ・パウレタを見習いたいと述べていた。パリ・サンジェルマンは、マンチェスター・ユナイテッドとの獲得レースを制して、ゲデスを獲得した。移籍から4日後、AS ・モナコ戦に、ユリアンド・ラクスラートの交代で出場し、リーグアンデビューを果たした。 2017年9月1日、バレンシア CEF にレンタル移籍した。この移籍は代理人のジョルジュ・メンデスとバレンシアのオーナーによって進められた。8日後、アトレティコ・マドリード戦にアンドレア・スペレーラとの交代で途中出場し、リーガデビューを果たした。10月15日、レアルベティス戦で移籍後初ゴールを挙げて6から3での勝利に貢献し、 無敗のバレンシアはレアルマドリードを上回るリーグ戦2位となった。その6日後、セビージャ戦で2ゴールとサンティミナのゴールのアシストを記録し5連勝を記録した。シーズン序盤の活躍は世界のスポーツメディアから称賛された。プレミアリーグのクラブからのオファーを断った後、2018年8月27日にバレンシア CF に移籍金4000万ユーロで完全移籍した。 契約期間は2024年6月までの6年間。この遺跡金は同クラブにおける最高記録である。2019年5月25日、コパデルレー決勝のバルセロナ戦に出場し、チームは11年ぶりの優勝を果たした。ポルトガル代表として各年代でプレーした。2015年11月14日のロシアとの親善試合で18歳11ヶ月で A 代表デビュー。 2017年11月10日のサウジアラビアとの親善試合で代表初得点を挙げた。2019年6月9日の UEFA、ネーションズリーグ2018から19決勝のオランダ戦では決勝点を挙げ、ポルトガルの優勝に貢献した。ありがとうございます。